今日も一日お疲れ様。それで私のお仕事は取れたのかしらえそうなら今日は作戦会議でもしましょうその前に私が肩でも揉んであげるわ皆さーんこんにちはーみんなの笑顔「キンキラキン」摂津の国から来ました金城です 好きな言葉は金城天下。好きな食べ物は金箔入り洋館そして好きな人はファンのみなさん。という感じで挨拶したいと思ってるの。そのためにもこれからどんどんお仕事持ってきてね。との私期待してるから。新しい事務所に入ったからには 歌い文句も一新しようかしら。うーん。何がいいかな。あ、そうだ。あなたのハートを刀刈り。なんてどう私が落ち目気味のアイドル。ふっ、それは見当違いよ。そう。言うなれば、私はアイドル界の不死鳥。今は、ほんの少し羽休めしてるだけ。 ほ本当よ私を呼ぶ声が聞こえるそれも大勢の声がさあ行くわよ殿私の歌を全国に届けにあってなんで止めるのよみんなが待ってるのよここが一番の見せ場ふふん 戦にはやっぱアイドルが必要よね元気全開気分上々あらお仕事任せなさいふふ、<laughs> レッスンは欠かさないわよ <laughs> 感動してくれたならいいのよ これから殿には、そんなすっごーいアイドルである私の活躍を特等席で見せてあげるから。だから、お仕事をたーくさん持ってきてよね。泣くほどのものですだって、私の出生秘話よ。ファンも喉から手が出るほど欲しがる情報よ。 それを聞けただけでもトノは幸せ者なのよまったく急にどうしたのよトノ大丈夫最近ちゃんと眠れてるここのところ忙しかったみたいだし疲れてるなら早く休んだ方がいいわよもう <laughs>、まあ、そんなの当たり前じゃない 殿だけは絶対私のこと忘れちゃうダメなんだからね。でも、ありがとう。そう言ってくれると安心するわ。そう、かしら <laughs>。でも、これはきっと、殿が隣にいてくれたから気づけたことだから。殿 私の隣にいてくれて本当にありがとう確かにアイドルの道は長く険しいものだしねまさか私が殿にそのことを教えられる日が来るなんて <laughs> なかなかやるじゃないこの程度ぶっつけ本番でいけるわ 撮影かしらいいわよへんしんはあどうかしら私のカリスマ実感してくれた三国に金城に勝るアイドルなしさあ私の熱唱についてきなさい お仕事任せなさいさあ盛り上げていくわよここからもっと熱くさせるからねちゃんとみんな見えてるからね私の舞台へようこそあ私の お仕事がふふん、<laughs> これがアイドルの力よさとの、次の仕事はどこかしらはいはーい一世を風靡させた人気アイドルこと金城の登場よそうだ出会いの記念に私のサインをあげるわえ色いらない なんでここの沈黙はそうやはり殿も望んでいるのねなら私はマイクで答えましょうさあ歌うわよ